新型コロナのオミクロン株に感染する人が急増する中、入院基準を現状よりもやや厳格化すれば、緊急事態宣言などの厳しい行動制限をしなくても対応できるとする試算が公開されました。東京大学の中田泰輔准教授らの試算によりますと、東京都で今月末の1日あたりの新規感染者数を1万5000人とし、現状よりやや厳格な入院基準にした場合、緊急事態宣言などの厳しい行動制限をしなくても、国基準の重症患者数が病床数を下回るということです。しかし、入院基準の厳格化だけでは、感染の波を受け止めることができない可能性もあるとして、中田准教授は、これまでコロナ患者を見てこなかった医療機関の協力がおそらく必要になるとの考えを示しました。